はい、メンドレです。はい、メンコです。今日なんですけど、フェアクリニックでほうれい線について話したいと思います。ほうれい線を私はすごい気にしてる人なんで、それで入ったようなもんですか、この世界に。そしてなぜか YouTuber になって、なんか今に至る。あ、なるほど。だからきっかけはほうれい線です。あ、そうか。私、柴田先生が一番ほうれい線できないかなと言われます。そうなんですね。言われます。ここは脂肪がないから。あのね、一つ思うのはめちゃくちゃ大きい口で笑わないからかな。口がちっちゃい、吐かない。口の大きさの問題なのか、表情の痛さ、笑うと入るでしょ。よく考えたら俺そんな動かしてない。それは一つあると思う。柴田先生、ちょっとこっちに向かって笑ってみてもらってもいいですか？あんま笑ってんの見たことない。そう、笑ってんの見たことないですよね。ガハハって笑わないじゃないですか。はいはいはい、自分でも笑わないなと思ってるんです。それはちっちゃい頃から。いや、笑ってたん。笑顔が少なくなったから。なんだ、大人生みたいな。笑うんですけど、のけぞって笑うのはあんまないよね。うん、まあ、上品なんでしょうね、きっとね。そうとも、うん、ヤンキーっぽくないんじゃないですか。かなり遠いと思う。かなり遠いですか。進学校でもおとなしい系だったんですか。あ、まあまあ普通ぐらいじゃないですかね。うん、にぎやかな方ではないですよね。うん、隅っこでじっとしてるわけでもない。でもない、なさそうですね。うん、それから、ね。めちゃくちゃ脱線してます。顔脂肪のつき方 もう生まれつきなんか DNA とかに絶対決まってると思ってて、ここにつく DNA の人いますよ。だから努力でどうにもならないと部分もあると思うんですよ。うん、大体あると思います、それは。うん、なんかここの皆さんみんなないでしょ。倉貫さんが一番なくないですか。ないと思う。私はちょっとのっぺりした顔だからないのかなと思ってるんですけど、ここがこうのぺっとしてるとできにくいんじゃないかなと思ってるんですよ。ここが盛り上がってる人って20代から結構ここがこうあるイメージ、うん、20代でもある人はありますよね。ここがふっくらしてるってやっぱり先生それ出やすいですか。出やすいんじゃないですか。出やすい、うんうん、それってもう持って生まれたものだからどうしようもないのか、もしくはまあ日常的な工夫などでどうにかなるのかっていうと、手つきじゃないんですよ、そういうの。そういうので呼ぼうと思う。うん、私もそう思う。笑いと、いや、笑おう。そうそう。もう作るだけ作って直そう。で、これまでほうれい線で何をしてきたかっていう話を、この梅子さんから。まずは糸リフト、でその後、フェイスリフト2回ぐらいやって、ヒアルロン酸を入れたりとかしだして、糸リフトもまあまあ定期的にお金があればみたいな感じで入れて、で、規則手術やりました。そうそうそう。やってました。鼻の手術の時だっけ。そうです。あ、どこの緊張のおかみみたいな人。私、引き上げですね。開腹治療とか、あとは糸。それだけでも変わります？変わりますね。規則手術は効果ありました？ありました。すっごい劇的に変わるんじゃないんですけど、良かったなって、やっぱ一緒にやって良かったなって思いました。前、ちょっともうちょい陥没してましたよね。陥没してましたか。ここですね、この鼻の小鼻の方ですよね。うん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 、やった当時っていうのは、ちょっとなんかこう、入ってんなって、ちょっとゴツゴツ感もあって、だんだんなんか馴染んでみたいな感じです。梅子的にはどれが一番良かったってあります？フェイスリフトが効果的ではあるんですけど、じゃあそれが理想で 100% 近づけるかっていうと、ちょっと違うかなみたいな。フェイスリフトってやっぱこう結構上げる、まあ、だけっちゃだけじゃないですか、はい、やっぱこうそもそものこうくぼみを改善するには埋めるみたいな作業もいるのかなと思って、うん、まあ、うん、上げると埋めるは両方法ですよね。フェイスリフトをしても、うん、もちろん若返るんですけど、若々しくはならないんですよね。なんか、うん、なんつうんですか、言ってしまえば上げるだけで、うん、で若さってそのほっぺたがちょっとこう上がったりするところとか、うん、こう若々しさの象徴なのかなと思ってて、だからここのへこみもなんかこう埋めた方がなんか綺麗に見えるんじゃないかなみたいな。なるほどなるほど。引き上げってなんかあんまり意味ないって
結構言う人多い印象だったんですけど、まあ、スピードリフトとか、はい、結局物理違うからみたいな、上げれる範囲がちょっと違うみたいな、どうですか、でも先生ポレセに近いところに短めの糸をダーッと多く入れて張らせると比較的できにくいかなと私は思ってるんですよね。そうですよね、フェアリフトってうち読んでるショッピングスレッドとか、意外に上がりますよね。上がんないと思ってたんです。いや、私も上がんないと思ってる、あれは入れ方は多少は入れ方の、じゃあクリニックによって同じショッピングリフトをやったとしても、効果ちょっと違う時もあるんじゃないかな、自分がやってて、あ、パッタ感だっていうのはちょっとあったんです。へで、倉垣さんが入れた糸っていうのはショッピングスレッドじゃないですよね。あ、ショッピングスレッドも入れてるし、V リフトっていう、 こう太くて長い糸も入れてるし、今後売り出していくテスリフトっていうのも入れてます。実際私も数年に1回ショッピングスレッドもやってるんですけど、定期的にやるのはいいよねって思ってます。入れた直後の上がり方よりも溶けてもちもちした感じの方がほうれい線には効いてる気がします。そうなの、あの皮膚の硬さとか柔らかさは効果に影響あると思います。どっちの方があるんですか、柔らかい人、ちょっとダメじゃないですか、あのね、専用人みたいな人なんとなくイメージありますね、柔らかさみたいな、ああいう人はああいう人、それ触っただけで分かるんですか、柔らかいとか。あ、分かります。あ、どうしても豆乳人の方がちょっと熱いですよ、硬いですね、硬いけども上がりきる、そうそういうことですもんね。え、じゃあ私ショッピングリフトやっても甘いの、まあメンテナンスって感じでしょうね、変わった。いやでもショッピングリフト私受けたじゃないですか、ここで、でもやっぱり感動の結果は得られないというか、どっちかっていうとその短いリフトって全体的にグッと引き上げるというよりはピンポイントでちょっと持ち上がったのと、僕はその後のもちもち感とか引き締まり感だと思ってるんですよ、多少上がるって言ったけど、どっちかっていうとそういう中にコラーゲンを作らせるという意味が多いのかな、まあ、おそらでしたっけ、24本で9万円の消費税、50本で15万円の消費税、それを1年か1年半かなと思ってますけどね。ショッピングリストだけだとちょっとメンテナンスって、それだけだとちょっときついものがあるじゃないですか、やっぱり痛いからね、やっぱ優先的にはちょっと低いんですよね、やっぱ一番効果があるものからやっていって、まあ余裕があればショッピングリストだけど、みんなそこまでやっぱ手届かないと思うんですよ、なんとなく。ショッピングリフトの広告みたいなのをいろんな美容クリニックで見て、言って上がりますみたいな書いてるじゃないですか、それを見て上がるのかもみたいな感じで受けると、なんかちょっと期待とは違うなみたいな感じが受けると思うんですよね。グイグイ引っ張ってあげるっていうのは先生 V リフトかテスリフトの方が長けてる気がしますよね、案外って言うのなんだけど意外とやる人多いですよ。あ、そうなんですか、ショッピングリフトですよね、それ分かった上でやるなら全然いいんじゃない。そうですね、昔の金の糸流行ってる時にやらせていただきました、15年前かな、大流行りでしたよ、流行りました、そうなんです、使ってみて上がりました、金の糸って。あれはね、上げる感じしないです、入れるだけです。おー、しゃけてるところが、言い方はほぼの遅れ、そうなんだ、成り立てだったんですよ、こんなの入れるだけになるかも、先生引っ張ってないってことですか、引っ張ってない、そういうこと、作業出してだけみたいなのがあるんですよ、すごいなと思う。だって金の糸は研ぎついてないですから、ポッと細い糸なんですよ、だから引っ掛けも何もないんですよ、スーそうそう、スーって言うおしまい、スーって言うとそれが、大体満足されたなんかですね、次、施術別のでこうやってどうですかって言ったら、よかったですって、あ、本当ですか、それは本当に言っていただく、だから、引っ張るとか全然してないのに、何人だろうと思ってたけど、それは本当に中でコラーゲン作ったりして、肌質を改善した感じがあったんだと思います。取れないんです、あれ、ちなみに、まず無理、溶けないんですか、溶けない、だから金です、金、水に溶けない、本当の金、本当ですよ、本当って24って、そう、私の顔金入ってるのってことですか、だから、ね、それがいいのかなと思ったりもしたんですよ、ずっと金を身にまとってるみたいなこと、その後になんか HIFU とか受けるみたいな感じ、確かに金属 MRI もダメ、あ、マジで、いや、それ絶対やだよ、そういうのがあった、なるほど、それが嫌だな、じゃあ最適解としてはほうれい線を殺すために、絶
全体に上げるはやった方がいいですね。その上で埋めるです。だから、上げて埋める。上げたいというか、ダブルコンボで。